ります。おはようござい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 ます。はじめまして、よろしくお願いします。そうです。初 YouTube の武田さんでございまして、どうですか、昨日の夜はよく寝れましたか？全く寝れてない。なんでやねん。なんでやねん。ちょっともう、緊張もあって。ああ、緊張、はい、現場の緊張、はい、YouTube の緊張。もう、どちらも。で今日はまあまあ大きなお家ですね。かなり大きいです。全撤去。全撤去です。もらったのも大変ですね、俺は。これが坂道で。坂道で。そうです。なんか今日の注意するところとか、この現場の。あ、はい。お客様の方で、ある程度、もう貴重品の確認の方は済まれてるので、うん、ただ、まあ、それでも、まあ、僕たち、丁寧に一つ一つ。そういうことやね、はい、そんな、はい。いつも皆さん見てます。はい、見てます。はい、それでも、見つけるんです。一応そういうね。見つかればいいよね。ちょっと、はい。はい。はい。予定は5時間半でお願いします。2時半。お願いしますって俺に言われても。俺でもお願いされても困りますけど。はい。無事にね、怪我なく終わりましょうか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。基本的にお客様の方からは探し物のことは特にはなかったんですけれども、まあ、貴重品関係、まあ、いつも通りですね、探しながらの仕分けを進めていただいて、で写真も一応お客様不要とはおっしゃってたんですけれども、最後にちょっと見ていただこうかなっていうふうに僕は考えているので、一応出たらちょっと置いておいていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあこれ OK。 はい、ありがとうございます。僕、本当ちょっと正直なところ、はい、3日ぐらい前から、はい、天気悪いのが、あ、これはもう変わりそうにないなってちょっと思ってて、はいはい、この3日間ちょっとテンション下がってました。大丈夫かなって雨の日って特に何か注意したりとか、やっぱり雨の日は足元も悪くなるんでね、はい、そうですね、はい、怪我にも繋がりかねなかったり、例えば外の泥を持ち込んだりとか、はい、やっぱりそういうとこ注意しますか。そうか、確かに、はい、あとやっぱり段ボールの扱いが困るよね。そうですね、資材が濡れたりとか。濡れるか、確かに、ね、はい、今日は、ちなみに何人体制なんでしょうか。19名ですね。19名、はい、ちょっと運び出しだけでも。そうですね、はいはい、階段も見てもらった通り。あ、そうなんですよ、はい、普通のご家庭で上がりない間取りではあるので、はい、収納もかなり多くて、うん、見落とさないように、はい、ちょっと一つ程度に、はい、作業の方を進めていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。パック半端ないらしいな。そう、見してや、ちょっと。みんなワンパックや。もうないってことです。実際見ると分からんでしょう、ね。すごい。やっぱりこういう仕事するのもやっぱり運動とか体力的なのが大事ですか。腰とかはやっぱり大事なんじゃないか。まあでも運動と仕事は違いますから。ロケ行った時に、はい、柔道の畳をな、
体育館でいいのやつですか。やっぱ3人40万で春島の2人と2人とももう腕パンパンやん。昨日俺熱持ってたの筋肉。ああ途中から体育館の中に、はい、うっとかな、うっとかな、怒号が飛び交ってました。飛び交ってました。この奥のちょっと収納もあるんでちょっと暗いけど、まだですね。はい、竹谷さんって現場リーダーやられてからもう結構経つんですかね。そうですね、まあ、YouTube 撮影は今日が中心で、はい、させていただくのは本当に初めてなんですけど、現場リーダーとしてはかなりさせてもらってますね、はい、なんか意識的にとか変わったりしますか。僕よりも後に入られた、まあ、後輩スタッフの方とか先輩スタッフの方とかフォローとかしてくださるので、はい、気にすることは多いんですけど、うん、心配はしてないので、もうお任せできる、まあ、スタッフがかなりいっぱいいるので、はい、そういう意味では安心してお客様との会話も進めていきますし、うん、いいペースのように思えるんですけど、いいペースですね、はい。なんか持ち方一つとってもやっぱりコツとかってやっぱりあるんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですか。持ち方です、ほぼ。力なくても、はい、ある程度はやっていけるんで。ダンボールの持ち方とか、最初全然できなかったので。マジですか。はい。なんて言ってるの、そうですね。対角天井の。あ、対角天井か。ここですね。家具とかも実は、はい、扉がついてる方を下にして、はい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 、重たいので、はい、不慣れな人はこう逆手にしてしまうと、うんうん、あの重たい方を右にやるとこう傾いてくるんですよ。こっちで支えてこっち、あの左手はそれだけっていう感じですか、はい、名言ですね、はい、この衣装ケースは食器とか、あのちょっと入れたりとか、うん、胸元でもちょっと割れたりとかするようなもので、うんうん、をちょっと入れようかな。なるほど、なるほど。これはもうマスクしようとあかんわ。これでもサクサク動くで、これ。はい。よいしょ。よし、来い。いや、この後。行きます。行きます。ではなく、はい、2時間半でここまで来てるんです。お客さんにも連絡しないといけないんですね。今から、はい、そうですね、大体の時間をちょっと読んでお伝えしようかと、お呼びして、あ、そうですか、とりあえず1回上げます、せーの、はい、やってみます。ちょっと行きますね。行きますね。はい。どっちかというと、はい。楽勝。続けよう。ちょっと。
疲れ様でございます。お疲れ様でした。お客様確認して、まあ、1時半ぐらいということなんで、まあもうほぼほぼいい読みをしてたのかなと思うし、運ぶスタッフもすごい頑張ってくれたと思うんですけど、どうでした今日は。想像したよりもちょっと早い展開で前倒しができたっていうところがすごい良かったなと思うんですけど、うん、それが今度逆にならないように、まあ、今後ちょっと気をつけて。そうやね、まあ、僕も入った瞬間、はい、今度絶対サクサクいくっていうのがもうすぐ分かってたから、はい、ハマりそうな現場っていうのは、まあ、それはそれでね、人とかも入れないといけなかったり、時間の配分も考えないといけない、はい、まあ、今日は結構やってよかったなと思います。ありがとうございます、はい。最後確認もされていたお客さん何か言ってました。あ、もうすごく喜んでくださいまして、とても笑顔で印象的です。ああ、お客さん写真いらないって言ってたね最初ね。もうそうです。でもリーダーの武田が奥から出てくるからそれ残しておいてほしいっていうことで最後確認したらちゃんと見てたそうですね。見られてました。見られてたんで、ああいいことしたんじゃないですか。まさに、はい、よかったと思います。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ帰りますか。はい、はい、お疲れ様でした、はい、すいません、ありがとうございました。どうも。もう本当に時が止まってます。テーブル一つなくて家具が何もないんですよ。辛いですね。荷物は少ないです。はっきり言ってもこれだけです。基本的にもう全部インスタント系ですね。でも食べようとしては頑張って食べようとしてるね。これをご飯食べてて体に異変感じて助けを求めに行ったんかなと、それを思うとちょっと